ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな？今回は、かなりストレートに、怖い話を集めてみたぜ。一人で聞く場合や、夜中に聞く場合は、注意していただきたい。何それ怖い。みんな、一緒に聞こう。今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。今回は、いきなり短編集から紹介するぜ。お、短編だ。一作目から、めちゃくちゃ怖いから注意してくれ。ひえ。それでは、早速聞いていただこう。駐車場。5年前かな、友人が車の免許取ったから、旅スロしようって、話になった。大勝ちした日以外は、車で寝てたんだけど、その日も、勝ったか負けたか、覚えてないが、車の中で寝ることにした。場所は、滋賀県の長浜の、お城の駐車場。長浜が滋賀県なのか、なんて、城の名前なのかすら、覚えてないが、そう記憶してる。だだっ広い、真っ暗な駐車場の真ん中に、車を止めた友人は、さっさと眠り、自分は助手席で、ノート PC に収支やら、何やらを打ち込んでた時、視界の端で、何かが動いた気がした。ん？と、思っただけで、確認はせず、ノート PC の画面を注視し続けた。データも打ち込み終わり、さて、寝るか、と、座席を倒したその時、助手席の窓の下側に、黒い塊が張り付いているのを、発見した。してしまった。右目だけで、車を覗く黒髪の女。体を無理に倒してるのか、なぜか、右目だけで覗いてる。桃に、ドバーって、鳥肌が立ったのを、今でも覚えてる。5秒ぐらい、何もできずに、そいつと睨み合ってから、目をそらさないまま、友人の体を、右手で思いっきり叩いて、起こした。友人の行動は見れなかったが、なんだよ、と言った後、そいつが固まってるのが、わかった。何分くらい経ったのか、わからないが、黒髪の女は、すっと体をまっすぐに立てた。窓からは、顔が見えなくなり、胴の部分だけが見えるようになった。顔が見えなくなると、急に恐怖心が薄れ、何見てんだよ、あっち行け、と、震えた声で、やっと声が出せた。黒髪の女は、くるっと向きを変えて、道路の方に、両手をバタバタさせながら、マサルさんのシャバダバみたいに、走っていった。怖くなって、寝る場所を変えたけど、精神異常者だったのかな。ノート PC に打ち込んでる間の、20分くらい。どんな顔して、覗かれてたかと思うと、今でも鳥肌立つ。友人宅での出来事。最近、よく遊びに行く、友人宅での出来事。近所に引っ越ししてきて、3ヶ月ぐらいなんだけど、ここ1ヶ月ぐらいで、おかしなことがある。自分は、お酒を飲む仕事についているので、多少、不可解なことがあっても、お酒のせいにしてたんだけど、ある日、酔っ払って、その子の家に遊びに行ったんだ。会いに行くと、友人は寝ていたので、猫と遊んでいた。急に猫が暴れ出して、窓に激突しに行ったので、なんだろう？と思い、カーテンを開けてみた。すると、長い黒髪で、灰色のワンピース、やや黒より、の女が立っていた。なんだ、こいつ？と思い、文句を言おうと、一瞬窓を開けようとしたが、女の異常な雰囲気に、酔いが覚めて、窓を開けるのをやめた。驚くぐらいに、真っ赤な口紅、青く黒ずんだ肌、垂れ下がった前髪から覗く、真っ赤に充血した瞳が異常だった。少しずつ恐怖が出てきて、固まっていると、女と目が合った。女はにやりと笑い、窓ガラスに顔と手を貼り付けてきて、部屋を、舐めるように見渡した。絶対にヤバいと思い、すぐにカーテンを閉めた。でも、酔ってるし、見間違いだろうと、カーテンの隙間から覗いてみた。女はまだいて、もう一度、女と目が合った。女は大きく目を開き、口をパクパクさせていた。友人を起こして、助けを求めようとしたが、気がつくと、女は、一瞬でいなくなっていた。友人を怖がらせても、あれなので、その日のことは、冗談みたいな話として、一応話しておいた。それ以来、その女を、よく部屋で見ている。友人と雑談している時に、激しく窓を叩いているが、友人には、聞こえていないみたいなので、黙っている。たまに自分がびっくりして、窓の方を見ると、何かいるの？と聞いているが、適当にごまかしている。この部屋に執着があるらしく、自宅とかでは、見たことがない。
霊感のある知り合いに聞いてみたところ、夜中に窓は絶対開けちゃダメ。と言われたので、友人には、適当に嘘をついて、窓は開けないように言ってある。いろいろ、勘ぐってきたが、なんとなく了承してくれた。友人にバレないように、森塩とかしてみたが、猫に倒されていた。どうしよう。ここはやめた方がいい。私の住んでいる、大学の女子寮は、5年前に、寮生の字、があったことで、恐れられている部屋があります。寮生が字、したという部屋は、私の部屋の、ちょうど真上にあたります。入学当初から、あまり気分は良くありませんでした。そして先日、私が部屋で、寝ていた時のことです。布団の中で、ぼんやりと天井を眺めていると、ちょうどその天井から、変な音が聞こえました。ガタ、ガタ、という音が、何度か聞こえた後、カタカタ、カタカタ、カタカタ、という、乾いた音が聞こえました。例えるなら、窓のブラインドを、手でいじっているような、奇妙な音でした。そして、その直後でした。人の声が、聞こえたのです。笑い声も混じっていましたが、それは間違いなく、女性の声でした。私は、本当に恐ろしくなり、開花の友達の部屋に、逃げ込みました。すると、友達の表情はこわばっていました。まさか、と思って、尋ねてみると、さっき、変な声が聞こえた。と、頭が真っ白になりました。その友達の部屋の真上は、私の部屋だったからです。臆病な私は、翌日に、霊感の強い人に相談してみました。その人は、私の部屋と、霊の部屋を一通り見て、ここは、やめた方がいい、と言いました。後に聞いた、先輩の話によると、5年ほど前は、男子寮と女子寮の間で、交友会という名目の、飲み会が行われていたらしく、その交友会で、ある二人の男女が、とても親しくなったそうです。二人は、その日のうちに、女子寮で一夜を過ごしました。しかし、二人が入っていた部屋では、なんと、寮の女子が仮眠をとっていたのです。二人は、その女子の存在に全く気づかず、その部屋で、性的な行為をしてしまいました。そして、不幸なことに、部屋にいた女子は、女の子の学友でした。つまり彼女は、同じ専攻の女友達に、男との情事を、間近で目撃されてしまったのです。その話は、瞬く間に、大学に伝わり、その女の子は、耐えられなくなって、死、しました。それ以来、交友会は完全に廃止されて、男子寮と女子寮の関わりは、なくなりました。あれから、音は聞こえていませんが、今は、引っ越しを決意しています。長文失礼いたしました。ホームで。今日の午後5時半くらいに、有楽町の山手線、渋谷新宿方面行きのホームで、子供、結構大きな子だった、4、5歳、を、前に抱きかかえた女が、間もなく、電車がホームに、の案内とともに、ベンチから急に立ち上がって、割と、ホームの端の近くにいた、メールに夢中な、学生風の女の子の後ろに寄っていき、急に、子供をぶつける感じで、女の子を押したのを見た。私と旦那はベンチにいて、すべてを見ていて、結構な声で、ちょっと何？今の。って言ったんだけど、電車がホームに入ってくる音で、かき消されてしまって、女の子も、危ない。って言って、女を見たけど、女はいかにも子供がいて、バランスを崩した、みたいな素振りで、謝っている感じで、女の子は、後ろ向きというのもあって、なんか納得してたみたい。だけど、本当に、あっという間の出来事で、なんで、急に女の子の後ろに近づいたのか、わざと、としか思えなかった。女の特徴は、割と細身で、白いレース網のカーディガンを羽織っていて、ベージュ系のチューリップハットで、顔を隠している感じだった。すぐに立ち去るようなことはせず、静かに後ろを向いて、自分の気配を殺そうと、必死だった。ジェニー人形。昔、父親に愛人がいた。数年後、母、父の妻、にバレて、別れることになったのだが、それが原因で、その愛人さんが、ちょっと精神的に、不安定になり、私や、私の姉たちの通学路に立って、おかしな言動をするようになった。姉たちは、彼女を最初から、徹底して無視していたのだが、私はなんだか、かわいそうだったので、当たり障りない、受け答えしていたら、〇〇ちゃんだけは、いい子なのね。と、私に、
ジェニー人形をくれるようになり、おもちゃも服も、すべてお下がりオンリーだった、末っ子の私には、古いリカちゃんではない、真新しいジェニーがとても嬉しく、内緒で受け取って、親に隠していた。でも、愛人さんは、頭おかしいものだから、こちらの都合も考えずに、尋常じゃない数、一度に、ジェニーハウス、ヘアサロン、ジェニー7体など、を、通学路で、押し付けてくるようになり、さすがに怖くなって、彼女を避けるようになった。彼女の姿を見かけなくなったので、通学路を元に戻した。ある日の朝、以前の、焦ったような雰囲気ではなく、至って冷静で、表情の薄い彼女に遭遇。つばの大きな帽子をかぶり、ボストンバッグ2つと、おもちゃの箱を抱えていた。遠くに行かなくちゃならなくなったので、お別れに受け取って。と、当時は見たことがなかった、黒髪のロングヘアーの、ジェニーをくれた。早速、学校に行き、その珍しい、黒髪のジェニーを、みんなに自慢して、有頂天になっていたら、男子の一人が奪って、箱からむしり出し、首を引っこ抜いてしまった。女子数人が、ジェニーを、男子から取り返してくれた。そのジェニーの顎下からは、黒い、人の髪が、ボーボーはみ出てた。気の強い女子の一人が、毛束をつまんだら、最初に、固く丸めた、毛の塊がポコンと出て、次にゾロゾロゾロと、とても長い毛が出てきて、頭皮から毛束が連動して、ゾロ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 と抜けた。血のついた毛根がついた、切り髪ではなく、抜いた毛だった。囲んで、それを見つめていた一同、恐ろしくて、めちゃくちゃに叫んだ。気持ち悪くて、怖くて、私も、みんなも、いたずらした男子も、泣き出してしまい、次の授業が潰れるほどの、大騒ぎになった。その日の学級会で、〇〇さんが、通学路で、知らない女の人からもらった人形に、人の毛が詰まっていて、怖かった件について、話し合い、知らない人から、物をもらわない、変質者には気をつける、って、話がついた。先生にも、母にも、父にも、その変質者、イコール父の元愛人、とは、言えなかった。未だに、ジェニー、特に、黒い髪のジェニーは、まともに見ることもできない。山菜採り。俺の兄貴が、小学生の頃の話、俺が生まれる前の、兄貴が、小5の春頃、おじいちゃんと一緒に、近くの山に、山菜採りに入ったんだって。狙っていたのは、タラっていう植物の芽で、幹にトゲが生えてるんだけど、春頃に生える、その芽が、天ぷらとかにすると、すっごく美味しいんだ。兄貴は、そこの山で、よく遊んでたらしくて、山菜の種類は知らなかったけど、おじいちゃんより、山道には詳しかった。そんなこともあって、どれがタラの芽かを知ったら、兄貴は、一人でずかずか、山に入っていったんだって。兄貴は、山菜採りに夢中になって、普段は、見えているけど、行かないような山にも入って、結構な量が手に入ったのに、満足して帰ろうとすると、近くに人の気配がして、振り返ったんだって。すると、10メートルぐらい離れた、大きな岩の上に、ガリガリに痩せた、汚い着物姿の白髪のじいさんが、座ってたんだって。兄貴は、ちょっと、ビビったらしいんだけど、足元に、山菜カゴがあったから、同じ山菜採りの人かと思って、挨拶して、帰ろうとしたんだ。すると、そのじいさんが、坊主、タラの芽、探しとるのか。って、言いながら、ところどころ、歯の抜けた口を開けて、にたりって笑ったんだって。兄貴は、気持ち悪いとは思ったんだけど、うん、おじいさんも、山菜採ってるの？って、聞き返したんだって。すると、そのじいさんは、山菜カゴに手を伸ばすと、わしもタラの芽じゃ。知ってるか坊主、タラの芽は、生でもいけるんじゃぞ。って、言いながら、その場でわしゃわしゃ食っている。兄貴はそれをじっと見て、目が離せなかったんだって。なぜなら、それは、タラの芽、じゃなくて、かぶれることで、おなじみの、漆の芽、だったんだ。目の形自体は似ているけど、全然、違うものだし、むしろ、体に悪い、ひどいかぶれを起こすから、それを、わしゃわしゃ食ってるじいさんに、兄貴は怖くて、声も出せず、ただ、涙をポロポロ流して、そこに立ち尽くすことしか、できなかった。そのじいさんは、見ていると、体中ドロドロにかぶれていって、口からは、噛むたびに、血が湧き出てきてたんだって。それに、よく見ると、足が折れているのか、変な方向に曲がっている。こいつはやらんぞ。ここら辺には、もう食えるものは残ってねえ。他の場所を探しな。坊主も、もう村には、
食い物は残ってねえから、山まで入ったんだろうが、残念だったな。そう言うと、じいさんは、またにたりと笑う。そして、次の瞬間、スーッと消えて、いなくなったんだって。その後、兄貴は叫びながら走って、山を降りて、帰ってきたらしい。そのことを大人に話しても、誰も信じちゃくれなくて、ふてくされてた時、菊野地区長さんが、その地域の昔話を、教えてくれたんだって。お前の入った山は、昔、姥捨て山だったんだよ。それに、飢饉の度に、口減らしもあった。多くの人が、あそこで食べ物を探して、死んでいったんだ。捨てられた人は、食えるものは何でも、口に入れたんじゃろうな。お前さんが会ったのは、その時代の人だろう。地区長さんは、そう言うと、この土地の過去は、みんな知らないから、あまり話すなよ。と、兄貴に釘を刺した。それと、豊かな時代に育ったことを、幸せに思いなさい。と、言って、家に帰されたらしい。兄貴は、その山がどこにあるのかは、未だに教えてくれない。それと、好き嫌いを言うと、ものすごく怒るんだ。誰かいた。私が小さい時、3、4歳頃に、体験した話です。私の家族は、よく母方の祖母の家に、遊びに行くんですが、その日は、いとこたちも集まって、何かの、前日準備みたいのをやっていました。お盆か、何かだった。母やおばさんたちは、台所。父やおじさんたちは、掃除などをしていたと思います。私はというと、2階に続く階段、結構、高さがある、に、一人で登っていたんです。当時、小さかった私には、その階段は、相当高く感じ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、登ってたんです。で、登り切った当時の私は、そのことに感動したのか、一番上の段から、下を見下ろしてたんです。その時、後ろに、誰かの気配を感じたんです。当時中学、高校くらいだった、いとこの兄たちは、2階の奥の部屋を、よく占領していたので、お兄ちゃんかなぁ、と、後ろを振り返ろうとした、瞬間でした。ドン、と突き飛ばされて、私は、階段を勢いよく、転げ落ちていきました。その音に驚いた、おじやおばたちが、私に駆け寄ってきました。私は泣きながら、誰かに、押された、と答え、おばが見に行きました。しかし、おばが言うには、上には、誰もいなかったらしいです。私は、落ちたところがちょうど床マットのところで、なんともありませんでした。あれ以来、おばあちゃんの家では、何も起こっていませんし、おばあちゃんの家には、家が近いので、今もよく行きます。しかし、何年か経った今でも、あの時の記憶は、はっきりしていて、振り返り際に、誰かいたことも、ちゃんと覚えています。一体、何だったんでしょうか。いとこのいたずらなのかな？でも、誰もいなかったようだからな。そうだよね。短編集は異常だが、どれが面白かった？どれも面白かったけど、やっぱり、最初の、駐車場、がすごく怖かったな。あれは怖いよな。地味だけど、実際に起きたらと思うと、怖すぎる。うん。さて、次のお話は、あるカラオケボックスで起きた怖い話だ。どんなお話なんだろう？カラオケボックスの中で、なぜか、苦情の出る部屋があって、というお話だ。それでは、早速聞いていただこう。あんまり、シャレにならない話。12年前の話ですが、当時、私は、流行り出したカラオケボックスの従業員。従業員は、店長を入れて8人。部屋数は18。当時、流行った、コンテナ式のカラオケボックス。広い駐車場のような敷地に、18個のコンテナが置いてあります。最近のカラオケボックスに比べると、小規模な作りですが、今では、考えられないほど、繁盛していました。2、3時間待ちが普通、システムは、昔の100円一曲式。開店12時から閉店2時まで、非常に多くのお客で賑わってましたが、なぜか、いつも決まった特定の部屋で、トラブルが起こります。トラブルの例としては、お客同士の喧嘩と、入室後のお客からの、部屋替えの希望、部屋が気持ち悪い、という人が多い。7号室と13号室に、お客を入れると、週に、4、5回のペースで、こういったことが起きてました。で、私の体験なんですが、時間的には、23時過ぎ、同僚の M が、7号室のダスター、後片付け、から、青い顔をして帰ってきました。外を見てくれ、7号室は、何かおかしい。私は訳がわからず、7号室に向かいました。
受付から7号室までの距離は30メートルぐらい。敷地内の一番端にあるのが7号室。突き当たりの7号室のコンテナの後ろに男25、6歳が立っているのが見えました。外は照明も少なく見通しも悪く、部屋からお客が出てきて外に立っているんだろうと考えましたが、 M はダスターの帰り。男を見て少し考えていると血の気が引きました。突き当たりの7号室は敷地の一番端、隣にはマンションがあり、7号室の壁とマンションの隙間は10センチ。人間が入れる隙間は全くありません。表現が難しいのですが、建物の角から男が半分顔を出して覗いている感じです。そんなことをしていると男は消えました。消えるというか煙のような感じで少し疲れているのかと思いましたが、M と私の二人がこの男を見ています。結局、この日は何もありませんでしたが、あまりに気持ちが悪いので、仕事が終わった後、スタッフ同士で少し話をして、事業部に報告することに。その日から、特に何か起こることもなく、報告した事業部も笑って、この話は、なかったことになりかけてたんですが、数ヶ月後、大きな事件が起きました。スタッフ4人が、同じ日に事故に遭いました。私は単車で転倒、I さん、H さんは車で事故。同僚の E は、事故で亡くなりました。たった一晩で、4人のスタッフが怪我しました。このことがきっかけで、事業部が話をしてくれました。内容は、このボックスを建設した時に、地鎮祭をやってないらしく、事業部の数人の方は、気になってたらしいです。後からわかった話なんですが、同僚の M は、霊感が強く、いつも何か、気配を感じてたらしいです。あの出来事から12年、思わず、書いてしまいましたが、少し後悔しています。それ以来、人ではないものを見ることはないですが、一体、何を見たのか、未だにわかりません。文章下手で申し訳ない。でも、ネタではありません。まさか、亡くなった方もいるなんて、かなり強い怨念、だよな。そうだね。さて、次のお話は、ちょっと不思議な感覚になる話だぞ。どういうこと？なんというか、今までのお話とは、かなり雰囲気が違うんだ。それでは、早速聞いていただこう。もう少しで、1年が経とうとしている、昨年の話だ。2004年の11月も、中旬を超えた、日曜日の朝、私は、交通量調査のアルバイトで、自宅から電車で、30分ほど離れた、見知らぬ街の、見知らぬ交差点で、パイプ椅子に、腰掛けてたんだ。その日は晴れで、朝のうちは肌寒かったんだが、昼にはポカポカ陽気になって、羽織ってた上着を椅子の背もたれにかけるくらいだった。交通量調査のアルバイトは経験があったし、拘束時間12時間で1万6000円のアルバイト料は魅力だった。ちょうど大学の講義の試験も重ならなかったので、友人も誘ったのだが、用事があるとのことで、結局、一人で行くこととなった。仕事の内容は、非常に単純で、車種を10種に分けて、カウントしていくというものなのだが、担当した交差点は、交通量が、早朝にもかかわらず、結構多く、慣れるまで、若干かかったのを覚えている。私とペアになった人は、同じく大学生で、メガネをかけた、痩せギスの、陰気な感じだったので、会話は、必要事項以外は、ほとんどしなかった。無言で、カウントを黙々と続けていると、だんだんと、脳髄反射で、ボタンをしていくことを覚え始め、容器も手伝って、ぼーっと、し始めてきた。車をずっと見ていると、ゲシュタルト崩壊というのか、例えば、文字をずっと見ていると、その意味が、ある瞬間、理解できなくなるような感覚に陥るように、周りの事象が、意識に溶け込んでくるようになってきた。開始から、3時間も経った頃だろうか、昼の休憩時間は、まだだったので、正午にはなっていなかったと思うが、ふと、向かって反対側の、ガードレール脇の牛乳瓶と、そこに添えられた、しおれた花に、目が行ったんだ。車道は2車線、計4車線を挟んで、反対側だから、結構、距離があるので、気がつかなかったが、確かに、牛乳瓶に、花が添えられているようだった。直感的に、おそらくそこで、人身事故があったのだろう、とは、思ったんだが、日中、かつ交通量が多く、騒がしかったということもあり、特に、気にはならなかったんだ。ただ、3時を超えた頃だろうか、
なぜか、だんだんと、反対側のガードレールの方に、意識が向くようになってきたんだ。その頃は、まさに陽気と単純作用で、意識が朦朧としていたように思うんだが、周りの雑踏や、目の前を通り過ぎる車両は、全く意識に入らず、まるで、エアポケットに入ったような、感覚だったように思う。その感覚の中で、反対側のガードレールだけが、妙にはっきりと見えていた。厳密には、ガードレールの隣に立っている、黄色い、交通安全帽子をかぶった、10歳に満たなそうな女の子に、赤い上着と、茶色のスカートを履いて、ランドセルを背負っているようだった。女の子の手は、胸の前で、ランドセルの肩紐を握っているようだった。日差しが強かったので、顔の表情は、帽子の陰で伺えなかったが、ずっと、そこにいる様子だった。いや、ずっと、そこにいたのかもしれない。ただ、動くこともなく、ずっと立ちすくんでいた。その時は恐怖はなく、ただ、不思議に感じていたのだと思う。見回りに来た責任者に、声をかけられた時に、不意に、雑踏が戻り、現実に戻されたような気がしたのを、覚えている。カウントに集中し始め、ふと反対側を見ると、さっきの女の子は、いなくなっている。気のせいだったのか、とも思ったのだが、しばらくすると、やはり女の子がいるようだ。意識を集中して、女の子を見ようとすると、見えなくて、ふと、何気なしに、反対側を見ると、赤い服と黄色い帽子が、目に入る、といった感じだった。ペアのメガネ君にも、それとなく、女の子が見えるか聞いてみたが、どうやら、彼には見えていないようだった。女の子も動かず、また日も高かったし、距離もあったので、恐怖というほどの、感情は芽生えず、ただ、不思議だなぁ、気味が悪いなぁとしか、その時は感じていなかった。が、日も暮れて、夕闇が迫る頃になっても、女の子は、立ったままで動かない。日も完全に暮れて、車のヘッドライトが、交差点を照らすようになっても、女の子は、まだ動かない。むしろ、ヘッドライトの強い光で、鮮明に、見えるようになったようだった。アルバイトも、残すところ30分を切った20時前。相変わらず、交通量は多く、ヘッドライトと騒音の行き交う中、ふとした瞬間、ヘッドライトが、女の子の顔を照らしたんだ。はっきりと見えたんだ、女の子の顔が、真っ白な顔に、真っ黒の空洞のような目でした。その時、耳元で、おうち、帰りたい。って、声が聞こえた気がした。初めて、背筋が凍った。目をつむって、終了の時間が来るの、じっと待っていた。時間が来て、アルバイト料を受け取り、電車に乗って、帰宅したんだけど、下り電車で、満員状態にもかかわらず、恐怖が収まらなかった。目をつむっても、真っ黒な空洞のような目が、頭に浮かんでくる。家に着いても、友人に連絡する気も起きず、布団にくるまって、朝になるのを待っていた。翌朝、ほとんど一睡もできず、疲労も取れないまま、大学の講義に出席した。友人に、昨日の話をするも、誰も信じてくれず、何か、訴えたかったんだよ。などと、箸にも棒にもかからないことを、言われる始末だったのを、覚えている。その後、11ヶ月が経ったが、別に、霊障があったとかはないのだが、未だに、黄色い交通安全帽子や、ランドセルを見ると、真っ黒な、空洞の目を思い出して、恐怖が湧き起こる。あの女の子の表情からは、怒りや憎しみといった感情は、なかったように思うが、ただ、表情を見た瞬間に、異世界に、突き落とされたような、言われもない恐怖を、感じたことは事実だ。表現しがたいのだが、生と死の境界を見たような、単に恐ろしいものを見た、というだけでなく、精神の根源から、恐怖するような感じだった。以上、拙い文章で申し訳ない。確かに、不思議な感覚になるお話だった。そうだろ。怖さもあるんだけど、ちょっと幻想的な雰囲気もあるね。珍しいお話だよな。さて、次のお話は、あるトンネルにまつわるお話だ。トンネルって、いろいろ起きやすいよね。それでは、早速聞いていただこう。俺が、ガチで体験した話ね。5年前、会社の移動でさ、埼玉から熱海に、転勤になったんだよ。熱海なんか、行ったことないからさ、ワクワクしたね。なんだかんだで、日本有数の温泉街だし、ただみたいな寮費で、住めるのか、みたいな。実際は、大したことなかったんだが。で、熱海に到着して、すぐ会社に行って、挨拶した。
しばらく仕事の話をしてたんだが、会社のお偉いさんが、今日は、寮で休んでいいよ。と言ってくれたんで、夕方まで、街を散策してた。で、寮に帰ってきたんだけど、気分が高揚しててさ、おまけに会社の人が、熱海の夜景は、綺麗だよ。なんて、言うもんだから、探索がてら、ドライブに繰り出したんだよ。夜の11時くらい、熱海に行ったことがある人なら、わかると思うんだが、熱海って、とにかく坂が多いんだよ。街中、坂だらけ。だからというわけじゃないが、知らない街というのもあって、道に迷った。ただ、そこまで遠出したつもりもないんで、そのうち、帰れるだろうと、夜景を見ながら、ドライブしてたんだよね。坂を上がって、下って、城みたいなところを通って、ちょっとした峠を下って、帰り道が、完全にわからなくなって、心細くなり、おまけに、CD チェンジャーも故障。ちょっと、泣きそうになりながら、短いトンネル、30メートルくらいか、に差し掛かった。余談だけど、俺には一切、霊感がない。霊的な体験も、したことがなかった。でも、そのトンネルに入る瞬間、本能が、入るな。って、警鐘を鳴らしたんだよね。うまく言えないんだけどさ、そのトンネルに入ったら、終わり、みたいな、漠然とした、不安感みたいなのがあって。だけど、そこを通らないと、また、くねくねした坂道を、引き返さないとならないから、本能に逆らって、トンネルに入った。トンネルに入って、ちょうど真ん中まで来た時、車を止めた。止まったんじゃなくて、止めた。トンネルの真ん中にさ、子供が、5、6人いたんだよ。石を積んだり、蹴ったりして、遊んでんの。この時の衝撃ときたら、夜中の12時過ぎに、トンネルの真ん中に、子供がいるんだよ。あまりの恐怖に、叫ぶこともできなかったね。心臓を、ハンマーで殴られたみたいな。体が震えて、歯はカチカチ鳴るし、とにかく動けなかった。そしたら、子供の一人が、こっちを向いて、笑ったんだよ。凄まじい笑顔。歯、剥き出しで、その瞬間に、ようやく叫んだ。そして、叫びながら、車を高速バック。ドアを壁に擦って、火花を散らしながら、入り口まで戻って、Uターン。ガチガチ震えながら、なんとか寮まで帰った。次の日にね、会社に行って、地元の受付のおばちゃんに、昨日の恐怖体験を話したんだよ。こういう道を通って、トンネルに入って、子供が、って、そしたら、あそこのトンネルね、〇〇さん、そのトンネル抜けたら、錦ヶ浦よ。と、錦ヶ浦って、何ですか、と聞いたら、地の名所。だと、言う。もし、あの時、トンネルを抜けてたら、車ごと、引きずり込まれてたかもしれない。ドアはお釈迦になったけど、抜けなくてよかったよ。他の車が、後ろにいなかったのもラッキーだった。っていうか、帰りの坂道でも、一台もすれ違わなかった。以上、俺的には、最初で最後の、恐怖体験だった。危ないところだったね。とんでもないところに、繋がっていたんだな。地元の人じゃないと知らない、危ないところって、あるんだね。うむ。さて、次のお話は、霊を信じない人が遭遇した、とんでもない体験のお話だ。ごくり。それでは、早速聞いていただこう。小話を一つ。俺は正直、霊や怪奇現象を、全く信じない。テレビの怪奇ものは、楽しむ程度に見ているが、まあ、どうせ作り話でしょ？って、思っている。それは、今も変わらない。金縛りイコール、眠りから覚める時の麻痺現象。幽霊イコール同じく、眠りから覚める際に見ていた夢が、現実と混同したもの。狂気のように信じて、疑っていない。しかし、そんな俺に、たった一つだけ、不可解な体験がある。作り話と思われるか、気でも狂ってたんじゃね？と、思われるかもしれないが、あえて、脚色なしで、その体験を記そうと思う。前振りが長くなってしまって、申し訳ないが、この体験自体を、俺は、科学で証明できる、何かであってほしい、と思っている。ということが、伝えたかった、すまん。現在は東京に住んでいるため、実家には、ここ5、6年の間、寄りついていない。俺の体験したことは、その実家で起きた。弟がいるため、俺たち兄弟は、兄である俺が、高校に入るまでは、相部屋で生活していた。しかし、さすがに、高校にもなると、個室が欲しくなるものだ。そのため、家族にお願いして、兄弟で、別々の部屋をあてがってもらった。
弟は、相部屋として使っていた部屋を、そのまま使い、俺は、物置として使ってあった部屋を、使うことにした。父親が養子縁組であり、実家の、その部屋は、結婚する前に、母親が使っていた、ことがある、部屋だそうだ。おかしいとは思っていた。部屋が余っているのに、俺たち兄弟は、相部屋だった。そして、その部屋を、使わせてくれ、と言った時、家族、親父を除く、は、いい顔をしなかった。なんとか、親父の横やりもあり、個室をゲットした。個室になって、1ヶ月後、暑い夏の日だった。時間は、0時を少し回ったくらいだったと、記憶している。あまりに暑かったため、俺は、全く眠れなかった。部屋の電気を消したまま、ベッドで、ぼーっとテレビを見ていた。すると、どこからか、キキキ、と、何かが擦れるような音が、聞こえてきた。扉の向こうは、階段を挟んで、両親の部屋がある。最初は、ん?誰かトイレか?くらいに思ったが、その音が、部屋の中で聞こえていることに気づいた。テレビ側の扉、襖みたいな感じのやつ、が、少しずつ開いていた。親の、まだ起きてるのか。早く寝ろ。って声が、聞こえてくるようだった。だが、その日は違った。何も、声をかけられない。しかも、扉が半分ほど開いても、手は見えているが、顔を出さない。俺は、ああ、もう寝るよ、と、だるそうに答えた。すると、扉の陰から、知らない男が出てきた。しかも、三人だ。焦った。古い家であるため、セキュリティなんてものとは無縁だ。間違いなく、犯罪者の類だと思った。だが、その服装は、なぜか軍服のように見えた。あまりに突然だったため、ちゃんと服装を確認する余裕なんてなかったが、しかし、三人のうち、真ん中、一人だけ、やや手前に立っていた、の奴の顔だけは、しっかり見た。目が完全にあった、が、無表情のまま、こ、されるかもしれない、と本当に思った。しかし、その三人は突如、俺から見て、左に歩いていった。その方向にあるのは、ベランダだけだ。ガタガタガタ、という、でかい音がした。思わず、でかい声で叫びながら、部屋の左にある窓から、外を見た。が、誰もいない。両親を起こしたが、特に、盗まれたものもないし、下の階にいた、祖父母は起きていたが、何も見ていなかったそうだ。ちなみに、ボケてはいないし、祖父母の部屋を通らなければ、上の階には行けない。俺は興奮して、話ができる状態になかったらしいので、翌日、両親に、ことのいきさつを、細かく説明した。とりあえず、下手な似顔絵も描いた。すると母親が、ああ、またか、私が使ってた時には、夜中に、猫が走り回る音がして、眠れなかった。ある日、フラー、という声とともに、腕を噛まれたような気がして、腕を見たら、腕にあざができてたのよ。と言って、まだ、うっすらと残る、腕のあざを見せてくれた。さらに、それと、その似顔絵、ひいおじいちゃんじゃない?どう見ても。俺は、家を見て、青ざめた。ひいじいさんは、戦争で他界している。一応、警察には、両親が届け出を出したらしいが、詳細を、俺には教えてくれなかった。その昔、弟が家の中で、知らないおばあちゃんがいる。と言い、独り言のように、一人で会話をしていた姿が、脳裏によみがえった。多分、長文すまん。脚色は、全く、していないつもりです。まあ、幻覚の類だと思うけどね。これは、幻覚ではないのでは?おそらく、そうだよな。家の中に、そういう場所があるのって、かなり怖いね。うむ、身内の霊とはいえ、きちんと対処した方が、いいかもな。今回のお話、皆さんはどう思われましたか?コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。